どうもはい、チですえ。今週はカット編集のない回なんですが、えー、カツを入れる動画を撮らせてくださいで。実はね、今日カツを入れる動画には適してないんだよ。時期としては。なぜかっていうと、3連休最終日なんだよね。しかも、夏休み明けさ、ちょこちょこ3連休あったじゃないですか。が最後。だからもう年内ないんですよ。あの、みんなの学校のね、特別な3連休がなければ基本的にはない。うわーってなりやすい。で、11月に月が変わって、 受験生は特に病むよね。あ、時間ないみたいな。で、1、年生もさ、年内最後のテスト多分やってくると思うんだよ。2024年の最後のね、まあ、期末になるのかな。だから、どうしようみたいな。でなりやすい時に、あえて取ります。そう。でもこれはね、みんなを病ませたいわけじゃない。そんな気持ちはみじもない。だから、今ちょっとメンタルやられ気味でさ、あの、かついで、なんか厳しい言葉が受け止めきれないって思う方は、本当動画止めて、見る必要ないからね。そう。だから、 あのここまで話聞いてもらって、ちょっと受け取ってみてなって、<laughs> 聞いてみようかなって思う方は、ぜひ聞いてください。はい。で、なんでかっていうと、まあ、受験生はみんなわかってると思うけど、本当この11月で自分のギアをね、1段階、2段階って上げないと、まずね、戦えないんだよ。受験を。で、これは力が足りないとか、その偏差値が間に合わないとか、そういう話じゃなくて、気持ちが耐えらんなくなる。 ギアを上げないと。だから10月の自分とは違えよって、さらにこうレベルアップしてるなっていう実感がどうしても欲しいこの1ヶ月は。じゃないと12月のその冬休み入ってから、もう本当共通直前とか、ね、中学生も私立直前とかなった時に、無理無理、もう自分なんて絶対無理だよっていう荒波に気持ちがやられてしまうんだよね。そうなって欲しくない。だからここで一回カブトのを締めさせたい。しめ締め直させたい。 で、1年生の子も2024最後のテストなんだよ。最後ってめちゃくちゃ大事で、終わり良ければ全て良しじゃないけど、ここでぐだつくと、2025マジでやらかすよ。ね。今までうまくいってたのに、ここでガタンって下がる。最後が印象が悪いから、2025年になってまあダメかもしんねえっていう1年が始まっちゃう。今までうまくいかなくても、ここの最後のテストでちょっとうまくいったらさ、 俺、いけんじゃねっていう気持ちで2025に入れるんだよ。それぐらい大事なんだここの。11月、12月のテストっていうのはね。そうだから、ちょっと気持ちを新たにしてほしいと思って取ります。で、受験生にとっては、すごく嫌な言い方をするんですけど、あのー、病んでようが、涙が出ようが、目の前の問題を解いてください。自分のやるべき問題に取り組んでください。はい。ね、あのー、正直ね、正直、 こうメンタルがやられてる時とかは休息を取ってほしい。本当はね。ただ、みんながみんなじゃないよ。じゃないんだけど、実は俺は泣きながら勉強しました。一時期。ほんまにこの時期とかさ、飲みなくっていい。死に物狂いで夏休み乗り切って。で、やってきたけど、で、まあ、9月以降さ、ちょっとずつやっとさ、E 判定が D 判、C 判定上がってきて、よしってなったこの時期に俺、そう、下がったよね。また、うわ、みたいな。そう。で、あ、もう無理かもしんねって思ったけど、で、まあ、いろんな人に励ましてもらったりとかして、 でも、一人で勉強してるとさ、やっぱいろいろ考えるやん。ね、無理かもとか、ダメかもとかさ、こんなことやって意味あんのかな、違うことやんなきゃいけないんじゃないかな、つってね。そう、だから <laughs> 気づいたら涙出てくるんだよね。でも解いてたもん、問題。だって涙を流してこのペン止めてたらさ、何も変わんないんだもん。だから、どんなにしんどくても、今目の前にやるべきことが分かってるんだったら、それをやる。どれがいいのかなって迷うかもしれないけど、決める迷ってる時間がもったいないから。 まずこれだって。数学だ。英語だ。理科だ。って。決めたものをやる。そうやってみんなが涙を流しながらとか、気持ちをやみながらとか、それでもこのペン頑張って汚して解いた一問は、必ずみんなの力になってるから、1レベル上がってんだって、その瞬間。うん。で、なんでね、本当は、休息取ってほしいって思いながらこんなこと言ってるかっていうと、万が、まあ、じゃあ例えば休息取るじゃん。ね。もう気持ちがやられすぎて気持ち、休息を取るじゃん。リラックスできればいい。でも多分多くの方が、 その休息を取ってる自分に病んじゃうんだよ周りはやってるのに何やってんだろうってそれじゃ休息の意味がないもっと早い時期だったら多分そこは割り切れるんでまだ時間があるからねでも時間がないこのプレッシャーがかかるこの時期だとそうはいかなくなっちゃうだからどんなに病みながらでもやっぱりねペンを動かすしかないやるしかないんだってそうだからごめんちょっとそういうね嫌な言い方をしてるとはちょっと思ってはいるんだけどでも その約束してほしいことが1個あって、えー、泣きながらとかやみながらとかやった後に必ずこれを言ってほしい私すげえなって俺かっこよくねってよく考えてな涙を流しながらでもペン動かしてんだぜ超かっこいいじゃん超かっこよくない,い俺すげえかっこいいと思うよそうだからぜひあのー、いろんなねいろんなみんなの こう足を止めようこのペンを止めようとする気持ちがやってくるもうね止めどなくやってくるよきっと11月12月はけれど毎回そこと「うーって「邪魔しないで!」っつってそう「今これやるんだから」って言ってやってくださいあでもただそうそうそう最後言い忘れちゃったけど必ず勉強始める時には目標を決めるんだよいけるとこまでやるってやるんじゃなくて必ずここまでここまではやるって量を決めるでそこまでは どんなに辛くてもややりきるるったら褒める自分をね褒めまくってもしあれだったらさっきの俺の超かっこいいからいい超かっこいいよく頑張ったすげえここだけ切り取ってちょっと見て <laughs> 自分で褒められないんだったらちょっとハイチのこの褒め言葉聞いて、はい、それが他の方のでいいけど、うん、本当にかっこいいぞ本当にかっこいいからねいいだからそのかっけんだって言ってたなって自分で褒めらんなくてもそういうふうに言ってる人がいたなってことだけ覚えといて。 そうやってて戦いい。ながらこの1ヶ月過ごしてくださいもしそれで戦い抜けたら12月ほんともっと辛くなるんだよもっと辛くなるでもその時に11月やりきれたもんなってじゃあ12月ちょっとねこう辛さレベルは上がったけど戦えるんじゃねえかなって戦えるから大丈夫だよだから是非この11月ね、まあ、あの兜の締め直して戦ってくださいでよく頑張ったって戦ってよかったって思う。 12月になった時にね、振り返った時にそう思える1ヶ月にお互いしていきましょう。約束。ね、俺も頑張ります。はい。ということで、今回もちょっと暑苦しかったと思うんですけど、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、何か撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ聴いてみてください。では、11月もお互い一緒に頑張っていきましょう。本ゃはまたね。バ,バイバイ。